戦国時代、世はまさに群雄割拠の時代。その中でひときわ輝く存在があった。彼の名は織田信長。桶狭間においてわずかな兵で今川義元の大軍勢を破った男である。その後信長は姉川で浅井朝倉軍を、長篠で宿敵武田軍を鉄砲隊を使って破り、さらには天下統一の拠点として安土城を築城した。信長は各地を支配するために家臣である秀吉を中国、光秀を丹波丹後、柴田勝家を北国方面に派遣した。そして秀吉に命じていた毛利氏との戦いに決着をつけるため、光秀に中国出陣を命じ、自らも出陣しようと京都本能寺にいた。時は天正10年6月2日未明、静かに本能寺に迫る軍勢、その数およそ1万3000。指揮するは中国出陣の命を受けたはずの明智光秀。時代の流れが大きく変わろうとしていた。まだそれを知らない秀吉は備中高松城で毛利軍と対峙していた。光秀めが謀反を起こした。すぐに京へ戻らねば。信長公が撃たれた。この敵を討たずにはおかぬ。城という城をことごとく焼き尽くす。敵は近いぞ。上陸の支度をしろ。患者を送り込んで、あの壁を破壊しよう。敵の大砲を確保した。中心を確保した。
Thank you.
承知。いざ勝負。いざ。行け。承知。応戦の勝負。立てます。
木を切ります。
戦じゃ。承知。
Thank you.
せぬと。承知承知行くとじゃ承知仰せの通り承知承知。
承知。いざ仰せの通り。はい。俺？はい。直します。木を切ります。何？立てます。
Thank you.
なーに？
Come on.
だ、勝負。立てます。Thank you.
Thank you.
せの通り。承知。いざ。いざ。木を切ります。立てます。やあ。だ、勝負。おおおお。
よ、立てます。この町が面倒を起こすことは二度とないだろう。
いざ勝負。承知。はいはいはい。立てます。立てます。立てます。承知。いざ。いざ。Thank you.
ましょう。
てます。戦じゃ。
秀吉公が見事敵を討たれたぞ。秀吉公は近く天下人となられるに違いない。戦のない世が来るぞ。迅速な行動で軍を京都に引き返して光秀を討ち、信長の無念を晴らした。その功績によって主導権を握った秀吉は、対立する柴田勝家を越前北の庄で滅ぼし、信長の後継者としての立場を揺るぎないものとした。そして1590年、天正18年、小田原攻めで御北条氏を滅ぼし、信長が成し遂げられなかった天下統一はここに完成した。しかし秀吉は国内の統一だけでは満足せず、その目は大陸に向けられていた。